社会人サッカーって、まあ、もちろん魅力的なチームたくさんありますけど、やっぱりどうしても娯楽とか、みんなの、まあ、ただ集まる場所で終わっちゃうのが、このチームはその先を見てる人が多い。もちろん対外的には J リーグっていう目標を掲げてますけど、それ以外にも私だったら、まあ、J リーグ以外にも人として成長できる、シティの活動を通じて人として成長できるっていうのはもう何度も何度も言ってるんですけれども、そういった目的があったり、みんなそれぞれ目的意識を持ったり夢を持ったりしてる人が多い。でこんなに思いを持ってるチームはおそらく私の知る限りではない。これはピッセと練習着ですね、新しく。ヤマトが絶対パンパンじゃないの。これなんかすごい肩が狭い。こいつデビすぎて。お前は絶対平気だろ。これは余裕っすね。俺 L っすね。え、俺 L っすよね。短いの。危ない L です、大丈夫です。あ、結構ピチピチな感じです。調子いいですよ、普通に。チームとしてもかなり良くなってきてます。どうも。僕個人ですか。僕はもう常に調子です。いやもう今日負けたら本当にリーグ戦終わってしまうと思ってるんで、今日は絶対勝ちます。前節は勝てなかったんですけど無失点だったんで、今節は無失点乗り越えて、まあ、どれだけ無失点続けられるかちょっと楽しみです。それし開幕戦のエリースとの試合に関しては、まあ、僕らの中で正直新メンバーが加入する前に東京カップで1回やってるんで、まあ、その時の印象が強くて、まあ、あのメンバーでも勝てちゃった。でそのメンバーより絶対今年の方が強くなってるっていう自覚があった上で、まあ、戦ってみたら結果的に引き分けっていう状態で、やっぱりあの試合がその、まあ、僕らを変えたわけじゃないですけど、まあ、2部で1引き分けして勝ち点を取りこぼしてしまったことに対してのもうやばいんじゃないかっていう風なので、そこからちょっと変わりつつはあったかなと。これからスタッフも含めてこれからピッチでねアップもするけど、このアップが終わった後も含めて全ての行動、全ての言動、全てのもう昨日も話したけど顔つきだとか一人一人に話す声だとか、そういうのを全てをチームが勝つためにっていう基準で使っていこう。Okay. 自分がこう思ったから誰かがミスってお前何やってんだよじゃなくて、その瞬間もう自分の次のプレーに移る、勝つためにプレーにする、誰かがミスったことを自分ごとの思いかどうか。こいつがミスってなくてチームがミスったと思えるかどうかだ。いい。だから全員で一体感を持ってスタッフも含めてね戦っていきましょう。 OK。 まあみんな分かってると瞬時に忘れるんだね。まあ多分瞬時がなかったら今のチームないと思うし、それぐらい貢献してる選手だ。別に誰かのためにっていうだけでもないけど、新規のためには今日は勝ってやろう。OK、うん、いいかな。よし、やりましょう。よし、ベンチ左で、ベンチ左、アップも左ね。アップ12分後。市川俊次郎と申します。加入したのは2016年の12月、仕事は、あいおいニッセイ同和損保というところに勤めてまして、中国の天津に派遣される、
今回は形なので所属は変わって、ただ新入社員の教育を担当する部署なんですね。だから4月1日入社式参加してから静岡県の御殿場市に2週間泊まり込みで新入社員研修に実は行ってました。日曜日の昼過ぎに東京に帰ってきて、でその日のナイターの試合だったんで正直ぶっつけ本番で、とてもスタートから出れるコンディションではなかったんで、それは正直に深澤監督に伝えました。まあ私自身最後シティでの最後の試合っていうのはもちろん思いは強かったんですけれども、チームとしてもかなりこの一戦にかける思いって強くて、当然2部も1年で優勝して次のカテゴリーに上がるっていう最低限の目標がある中で、開幕戦は引き分けてしまいました。しかもスコアレス、得点取れず、でもうこれ以上勝ち点落とせない、残り全ての試合勝ち点3取らなきゃいけないっていう大事な一戦、しかも相手は FC コリアさん、間違いなくブロック内で一番強い相手、2部のレベルじゃないっていうのが我々シティのメンバー全員の総意で、非常に心して何が何でも勝ち点3取る、これでこけたら今シーズン上がれないぐらいの危機感を持ってチーム全体では、準備をしていた試合でした。新しいメンバーと積み重ねができてて、で僕個人としても調子自体は上がってる風に認識してたんで、結構やれるんじゃないかなと思ってたんですけど、思ったよりボールのフィーリングとかが合わなかったり、個人のプレーがうまくいかなかったのでめちゃくちゃ悔しくて、ゲーム展開はコリアが強かったので押し込まれる時間帯とかっていうのは長くて、で本来自分たちがやりたいサッカーっていうのは全然できてなかったかなと思っています。あ、こいつらやっぱ強えなと思って前半見てて、結構球際でも負けるしボールポゼッションの部分でも負けるし、どうにかしのいでたっていう感じ。ちょっと弱気だぞ、もうちょっと勇気持て、止めてゆっくり、止めてゆっくりじゃない、どっかでワンタッチかなんて前行けないぞ、別に怖くないから、来ても大丈夫だから、もっと自信持ってやれ、そんなにも相手のプレッシャー配信狙って守備も頑張っていい、いいチームではあるけど絶対問題ないから、ちょっと気持ちのところで後ろ行ってるぞ、セカンドボールの出足もそうだし、いい、絶対足の脇なんだよ、 OK、やりきるぞ、あ、何時行くの、硬直した状況だったので、あの試合トータルで多分100人ぐらいいたのかな、その人スタンドの空気感も含めてなんか変えれる可能性を持ったのは彼かなと思っていて、っていうのはその彼自身がこのチームにかけてきた思いだとか、それが最後の試合っていうのを彼自身も分かっていて、それに向けて、まあ、チームの練習は合流できなかったけど準備してきたりだとか、何かやってやろう、何か、自分が変えてやろう、手を取ってやろう、こう流れを変えられる選手っていうのが彼だったかなと思いますね。
チームに対してもこう、まあ、責任感を持ってこのチームを良くしようっていう働きかけをすごくしてくれてたので、やっぱそういう、こう細かいプロセスが最後ああいう、まあ、チャンスに回ってくるんだなと思ったし、なんか僕もこう人生的にも学ばせてもらったなっていう感じがありますね。サッカーをやる上で気持ちが大事とか思いがとかっていうのがあんまり好きなタイプじゃないんですけど、でもあの時は本当に気持ちを感じたなっていうのが率直にあって、今も印象に残ってますね。まあ短めね、本当は30分ぐらい喋りたいからちょっと短めに10分ぐらいにするけど、いや、まあ今日なんだろう、今日だけの話じゃないけど、まあ本当に後ろをよく守ってくれてありがとう。まずそれ、今日は本当に粘り強く、最初5分ベンチで見てたらこいつら強えなって正直思った。で、最初のトラップで右えぐられた時なんかこれやべえなと思って、そっからまあ75分間もうほぼ80分間本当に後ろがよく守ってくれてありがとう。で、2年半、まあ、3年前近くかな、もう俺が入った時、ごめんね、当時にいたメンバー正直ごめん、全然戦う集団じゃなくて、時間も守らない、で道具も揃わない、で練習もなんかミスっても笑ってるみたいなところからスタートして、正直俺大学卒業した時にサッカーは一回諦めた。でも火がついたね。でね、みんな口うるさいと、ね、半分なんかネタにしてくれてたのかな、思ったかもしれないけど、俺の中ではブレずにやってきたつもりで、まあこの2週間ちょっと仕事の関係で、次の中国に向けた仕事の関係とかもあって全く練習ゼロ、ここまで90何%、社会人多分俺だけじゃない 90% 超えてるの、自分で言うのもなんだけど、で何よりもサッカーにかけてきたつもり、もう一度別にプロでも何でもないけど、ここでなんか生きた証残したいなと思ってやってきたつもりで、この2週間ね、全然参加できなかったにもかかわらず、チャンスをくれた深さんありがとう。臭い。悪いわ。言い方が怖い。ありがとう。いやでも本当ね、まあ深さんと、まあみんなで自分のもなんかLINE送って今日これやります。まあみんな、まあみんなそれぞれ思い出はあるんだけど、別に短い距離、期間が短いとか長いとかじゃなくてね、みんなと思い出はあるけど、深さんとは特にピッチ外のところでいろいろ話もしたし、ね、お互い弱音も吐き合ったし、選手と監督っていう距離感でちょっと近かったかもしれないけど。まあ、本当に最後信じて使ってくれて本当にありがとう。で周りもね、もしかしたらなんで出るんだって思った人ももしかしたら1人2人いたかもしれないけど、心よく送り出してくれて、でピッチ内でもね非常に頼もしかった。正直あんまり動けなかったんだけど、飲むからのパスの1本だけスイッチ入ったかな、自分が持ってる力以上のものが出たかな、あの時。それ本当にみんなのおかげで、まだまだもちろん今日で終わりじゃないし、まずは一部昇格すること、もちろんその先 J リーグっていうのもあるから、みんなに一旦夢は託します。で俺も今30で、で正直
仕事で中国行ってあんまり戻ってくる気はない。行くからには3年から5年現地で次は爪痕残せるように仕事してくるから、正直サッカーはこのレベルでやるのはもう今日が最後だと思ってた。だからその集大成がみんなとこうやって喜び合えて、開幕戦みたいなどんよりした空気じゃなくて本当に本当によかった。こんなに応援来てくれたし、点取った時の歓声俺多分忘れないかな。多分サッカー人生の中で一番だったと思う。カテゴリーは別にしてね、もちろん安倍さんなんかねとかいろんなカテゴリーでやってきて、俺だって大学時代も頑張ってやってたつもりだけども、それ抜きにしても一番気持ちよかったし、一番歓声が聞こえた。で本当にこのチームでよかった。他のチームだったら俺続けてないし、このチームでよかったし、みんなここに来てる。関東リーグからも来てもらってね、ゆうたなんかもね、関東リーグからこのカテゴリーに来るのなんか結構ね、気持ち的にはいろんなものあったかもしれないけど、多分このチームには何かをみんなを引きつける何かが多分ある。だからこそみんなここでやってると思うから、このみんなを引きつける何かをどんどんみんなで大きくしてって、よりかけがえのない東京都で、まあ一番、名実ともに一番のチームにしていってもらいたいと思う。ね、本当にみんな3年間ありがとうございました。ありがとうございました。3、2、1。